ザレイチって何なんだろうって飛び込んできたんですけれど、これきっかけはどういう話からなんですか？まあ、若い子たち集めて、この町を活性化し、はい、またね、面白い町にできたらなと思って、はい、いろいろ試行錯誤を考えてました。日本橋の大伝馬町で、はい、天ぷら屋をやってる天ぷら秋山店主秋山義弘といいます、はい、現代美術家で、はい、近所にですね、はい、アートクリエイティブ拠点クリエイティブハブ131を、運営している、新野慶次郎と申します。はい、お願いいたします。秋山さん、いつ頃からご商売？この店は昭和50年から。で、自分の親がこの先で寿司屋をやってたもん。はいはい。かれこれここの町ではもうそうですね、70年ぐらいなんですけど。じゃあそれでもまだ新参者ですから。それはよく伺っております。あの遠い江戸の時代から。そうですね、もうそういう町なんで、うん、僕は2003年から。2003年から、はい、きっかけはどうなんですか？きっかけはここら辺の地域に空きビルが、はい、大量に出て安く借りられるぞっていう、はい、もう日本橋の伝統とか歴史は何も知らずにですね、はい、うわそんな場所があるんだ、これは来なきゃいけないって言ってきたのが始まりで。ああそうですか。はい、今はもうめっきり日本橋の歴史だったり、はい、伝統文化の方にどっぷりもう興味が出てしまって、はい、ただ安いビルがあるよって言って。そうですね、はい、横山町、ね、幕楼町あたりだいぶアトリエ系が増えましたよね、はい、ワークショップと言いますかね。昔は本当に各町会皆さんまともりのあった町会でね、うん、いい町だったんですけど、はい、ちょっとここ不景気が長引いたもんで、うん、なんかちょっとバラバラになったところがあるんで、うん、ここで一つ皆さんでね、はい、こうやってなんか面白いことができればね、うん、一つの横のつながりができればもう最高かなと、うん、そうですね。今この辺で一町会で、はい、イベントをやろうと思ってもなかなかできないんですよ ね、 そうですね、町会の人も少なくなってきちゃってる、はいはい、それでまあ、ご町会に、声かけて、はい、若い人たちに集まってもらって、はい、それで、立ち上げたわけですけど、はい、歴史はあるんだけど何もない町だと。おでも何かあるよねっつって探してたら、うん、べったら市があると。そうですね。でべったら市の歴史をこうやって調べていくと、はい、その最初は魚市と呼ば、江戸時代の頃は魚市と呼ばれてて、はい、その後、まあ、腐れ市と、はい、で今のべったら市と、はい、いうふうに名前がまあ変わってきたんですよ、はい、でまあ、江戸時代のそのべったら市の腐れ市をもう一度、うん、はい、復活させて、はい、この町を盛り上げようと。10月の20日は、はい、恵比寿港 で、 そうです、ね、お祭りなんですよね、はい、恵比寿様の。恵比寿様の。で19日にその祭壇に、はい、飾る、はい、いろいろ神棚に備えるものとか、そうですね、とか、はい、果物、はい、その中に鯛を備えると。その鯛を19日の日に売ってたと、はい、ところが当時冷蔵設備が良くなかったんで、はい、朝並べておくと夕方には匂うと、はい、いうんで昔江戸時代には大伝馬町の腐れ市と呼ばれた時ある。でやっぱりこれ江戸時代ここの町っていうのは、はい、日本橋大伝馬町っていうのは、江戸の中でももう一番の中心地だって、ね、はい、聞いてまして、はい、でやっぱりその旦那さんたち、はい、がですね非常に寛容な、うん、やっぱり共同体というか、はい、助け合いのコミュニティを作っていたっていうエリアじゃないですか、はい、そうですね。でそこにまた新しいそのアートみたいな要素を持ち込んでくることで、はい、非常にそのなんて言うんでしょうか、もともとあったすごい理想的って言ったら大げさかもしれないんですけども、うん、そういう人と人のつながりをまた復活させるというか、はい、生み出していくきっかけとして、はい、まあ、市っていうのはここはもともとそういった意味では商人の、はい、町人の町ですから、はい、物の売り買いがあって人が出会うっていうのがもともともう400年やってるということですから、はい、そんな形が、一番いいのではないかと。去年の12月11日に、うん、総会をやりまして、はい、それで、やっと、はい、立ち上げたばっかりなもんです。やっぱり地元の人が参加して地元の人で、うん、はい、盛り上がっていかないと、はい、こ
これはいけないと思いましたね。そうですね、本当に自分たちの汗、うん、汗だけですね。そうですね汗だけでこの草レイチをやろうと、うん、そうするとそれを現代に復活する今度の草レイチってのはどんな位置になるんですかね。まずやっぱり地元に長くいる人たちが、はい、楽しんで、はい、新しい人とも交流ができてっていう機会に、まずあの350年企業の、はい、小津橋さんが、はい、和紙、はい、出展していただけるとか、はい、あの多くの、はい、ね、化粧ブラシとかを作ってる、はい、江戸屋さんにも、あと魚重さんが、はい、天保時代から仕出しの店をやってる、はい、卵焼きが有名なんですけど、あとは僕たちのようなですね、はい、この町面白いじゃんって言って結果集まってきている、はい、若い世代、比較的、有名なファッションデザイナーですとか、はい、あとは、アート関係ですね、はい、アートの作品を変えるような形で、はい、そういうようなですね、アートクリエイティブの人たちも混じり合ってですね、はい、伝統と革新がカオスに入り混じるような位置になる予定です、はいはい、これから若い子たちもどんどん入ってきてね、面白い街にしますから、そうですよね